はい、皆さん、こんにちは。覆面 YouTuber、タカです。さあ、気になる男シリーズですね。気になる男シリーズ第38話。第38話まで来ました。久保さん、よろしくお願いします。ということでですね。まあ、前回の久保さんのお話、まあ、いろんな話がありまして、本当にいろんな話があったと思ってて、まあ、どう今回を構成しようかなと思って、って考えてたら、まあ、スライド作ってる口、行くうちに、まあ、キーワードが8個あったので、まあ、その8個に沿って進めていこうかなとは、今回思います。まあ、多くのところでこのね、今回、ここに理屈じゃねえとね、理屈じゃねえって書いてるところなんですけど、まあ、そこの思いの部分が少し多いのかなとは思うんですけど、まあ、8個ってどういうものがありますかっていうところで、まあ、1番、後回し。そして2番、残業。3番、時間ですね。そして4番、勘違い。そして5番、気持ち。6番、サボってる人。7番、パソコン1台。8番、挫折という、まあ、いろんな、こう、話が入ってるんですけど、まあ、話の流れとしては、こう、全部繋がってるような気がいたしますのでね。まあ、少しちょっと見ていこうかなとは思うんですけれども。ということで、まず後回しですね。まず後回し。後回しにするとうまくいかない理由。これは前回から引き続いている、キーワードになるんですけど、まあ、この明日には明日の用事があるというこの事実ですね。この事実。この事実を絶対に忘れちゃいけないよっていうのは久保さんが初っ端に言ってたのかなと。まあ、今日やることを、まあ、明日やるから余裕がなくなると。もう今日いっぱいいっぱいなんですよねと。だから明日回そうとするんですよと。でもその明日、回すのはいいんだけど、今日いっぱいいっぱいなんだから当然明日もいっぱいいっぱいだよねという。どんどん余裕がなくなっていくだけというか、余裕のね、積み残しが発生するだけなんで、意味がないんじゃないのっていうね、いうところを言っていただいたのかなと。まあ、今日の初任能力がないから明日に回すんですよねと。まず後回しにする理由ですよね。今日もういっぱいいっぱいですと。もう今日ちょっと無理なんですということで、まあ明日に回すと。ただし、じゃあ明日には明日のやることが当然あるので、明日になって急激に処理能力が上がってますかと。今日よりも明日の方が処理能力が上がってるなら別にいいんだと。言うたらね、こんな感じに、うおーっつってね、明日はもうこうなれる確信があるならね、もうこうやってエネルギーに満ち溢れて、すごい力が出ると分かってるんなら、まあ明日に回してもいいとは思うんですけど、まあ明日になってね、もしこの処理能力がね、上がってないんであれば、こうなってないんであれば、もう結局今日も明日もやりきれないと、変わらないっていうね、いうところをよく考えてみると、あるんじゃないかなと。ここをね、本当に深く考えると、まあ確かになと。こうなってなければ明日も無理だよな、みたいな、いうところになってくるんですよね。そして、これは五六ですね。五六。野球の五六ですね。まあ、ここ書いてるんですけどね。まあ本当ここ。まあ今日できることを今日やらないやつは明日になったってできやしねえって思うたちなんだよ、ってね。いうわけですよね。まあ、俺は後先考えて行動できない病気でね、っていうところがあるんですけど、まあ、これを聞いて、ね、他の人はね、うわーってなるわけですよ。うわーって。もう明日どうせ今日やらねえやつ、明日はやられんだよ、明日はどうせやられんだよね、みたいな話聞いて、ああってなったわけですね。こう、まあ、こう本当、こう綺麗だな、綺麗なここ描写だなと思うんですけど、本当にこれをスッと言われて、ふっとね、感じたら、やっぱり今日やらなきゃいけないなって思いますよね、これ。この人は確かその後先しっかり考えるみたいなことを言ったんですよね。確か、ちゃんとしっかり考えろって言って、確かその後先考えて行動できないんだと。まあ、今日できないやつ明日どうせできないんだよみたいなね、いうことを言って、まあこういうシーンになったんですけど、まあ本当ここが印象的なシーンだなと思うんですけど、まあ今日やるべきことは明日に先延ばした大人。今日やるべきことは明日に先延ばした大人がいるとしましょうと。その後、どうなるかということで、年齢を重ねて、まあ、1日2日伸びていくんで、当然年は重ねますと。そして、時ですね。時を重ねる。時間を重ねると。時間も重ねますと。
そしてそれはサボり癖がついたということになりますよね、当然。となると、この先、未来に期待できる人間に、成長してますかと、期待できる人間に成長できますかっていうところを今一度考えていくと、なんか難しいところがありますよね。本当、サボり癖がついた人間がね、この後将来期待できますかって言われると、さすがにちょっとっていう話になってくるのかなと。この差ですよね。サボり癖がついているのにもかかわらず、将来どうなるかっていうところ、これがもし、そうですね、ここを考えていくと、やっぱりいずれこうなるんじゃないかなと。ちょっとこれはいずいかもしれないですけど、でもやっぱりこのサボり癖がついた人っていうのは、どっかで後戻り、どっかでこう踏ん切りつけないと落ちるとこまで行っちゃいますよね、何もできなくって。だからやっぱりここっていうのはすごく重要なんじゃないかなというところですね。はい、ということで、まずはこの後回しのお話でしたね。さあ、続いて後回しの話が終わって、続いて残業ですね。残業の話、残業が美徳というね、頑張ってますと、すごい頑張って残業、俺すげえ残業したよっていうね、話よく聞きますけどね、これは自分も昔そうだしたよ、すごく残業して、徹夜はしなかったんですけど、毎日働いてましたみたいな、すげえだろみたいな。でもこれやっぱ自分が子供が生まれて気づいたのは、これ早く仕事終わって全く残業せずに定時で帰るのがスマートだよなって気づいたんですよね。これが本当に子供が生まれてだから32の時ですね。32歳の時に、これ早く帰らないか、子供が生まれる前からかもしれないですけどね。本当に生まれる直前というか、そこら辺からなんかこれ、生まれてからもうね、ちょっとこう、子育てが大変になってきて、これ、ちょっと仕事なんかしちょられるな、みたいな、いう感じになって、で、何のために会社に行ってるのかっていうところに、やっぱり考え出すんですよね。まあ、この時はその、お金を稼いでいくんじゃなくて、何のために会社に行ってるのかっていうところを問い、と、自分の中でこう解いていくと、とりあえず仕事をするためにやってるんだと。だからその出社して仕事が終わらないっていうのはまずいと。ともかく意地でも定時で帰らなきゃいけない。もう帰ってね、もうてんやわんやになってるんで、仕事しちゃおれんということで、もう出社してる場合じゃないんで、ということでもう仕事を終わらせると。本当に仕事をするために仕事を終わらせなきゃいけないと。昔は別にそうじゃなくてもよかったんですけどね。残業すれば当然手当もつくんで、そんなに無理しなくてもいいし、仕事があればやればいいし、なければないでっていうところだったら、あんまり意識してなかったんですけど、だからこの仕事をやっていくと、やっぱ段取りが良くなってくるっていうのは、自分も IT エンジニア10年ぐらいやったら、大体まあできるようになったんですよね。だから本当に10年以降ですね、ちょうど、32だから、そうですね。まあ多分10年ぐらい働いたのかな。まあ正確にはちょっと違うような気がする。ちょっとうまく数字が合わないんですけど、まあ大体10年ぐらいになったら、まあ段取りが良くなってきたんで、まあ早めに仕事が終わらせることができるようになったんですよね。いや、その仕事をもらうときにも、これ大体こんぐらいで終わるなとか終わらないなとかいうのが判断つくようになったんで、まあ自分の力量と、っていうのがだいぶ分かってきたんで、まあ、そこで仕事が終わらせるようになったっていうところもあって、なので、まあ、そういうことで終わらせることになって、まあね、できれば人に教えれるようになったりすることもあるし、まあ、家族の時間も持てるといいと思うと思ってるので、本当にここっていうのはやっぱり仕事を長く同じ仕事を積み重ねた人っていうのはすごく大きな利点になるのかなと思ってるし、まあ、今の仕事も本当に、まあ、今ね YouTube っていうところをやり始めたんですけど、まあ、2年前に始めて、まあ、しっかりやり込めば、ね、まあ、結局会社で仕事でやってるのと同じで、IT エンジニアの仕事も結局自分がしっかりやって人に教えたりね、人に教えたりしていた時代もあったので、やっぱここになってくるのかなと思うのでね、早めに仕事を終わらせてね、まあ、家族の時間持ったり、できればね、他の人に教えてあげたりして、まあ、そういう余裕を持ってあげるとすごくいいのかなとは思いますしね。まあ、なかなかね、こう、こんな感じで、お先に失礼しますというのは難しい。特に IT エンジニアはこういうのは難しい現場で、何書いてんだよっていうとこは当然あるんですね。もう残業がデフォルトっていう現場もあるんで、まあ、もちろんその大手の方にも自分もいろんなとこ入らせてもらったら、結構大手だと、このお先に失礼しますが結構当たり前のとこの現場もあって、無茶しないっていうか、まあ、要は下請け、どん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 下請けに行けば行くほど、このお先に失礼しますっていう
ことがキーワードが禁句になっていって、どんどん上流、要は仕事を出す方ですね、これをシステム会社に仕事を依頼出す側の方に行くと、みんなこうやって帰ってるっていう、まあ、他の会社の人が一生懸命頑張ってるから、うちらは帰るみたいな感じで、こう、IT エンジニアの中でも、やっぱり、仕事を出す側と下請けの側っていうか、全然その働き方が違うなっていうのは意識したので、まあ、こういうことをもう少し分かってくると、なんか人生の意味っていうのも変わってくるのかなと思ったりもするんですけどね。はい。そして残業の、今のが残業ですね。そして次、時間ですね。時間。さあ、時間はどういう話かなというところで、まあ、時間の余裕があると思っている人というところですね。時間の余裕があると思っている人。まあ、これは久保さん言ってましたと。大いなる勘違いをしてる。大いなる勘違いをしてるんだ。物知らずだと。ね、人生はあっという間なんだよと。でもこれは本当に分かる人と分からない人がいて、もう永遠に分からない人もいるかもしれないという言葉も言ってましたね。この時間の余裕があると思っている人。これは本当分からない人は永遠に分かんない、死ぬまで分かんない、死んでも分かんないみたいなね、いうようなニュアンスで言っていたような気がするんですけど。まあ、なので、せっかくなので、この時間の名言集っていうのをちょっと探してみました。でね、まずナポレオンがこう言ってたことがどんなことあるのかなと言っていたんですけど、お前がいつの日か出会う災いかな。これでも災いって読めばいいのかな。お前がいつの日か出会う災いは、お前がおろそかにしたある時間の報いだということを言ってるんですね。まあ言ったらこれサボるなっていうことなんでだろうと思うんですけど、きっとナポレオン、まあいろんな国を統治する上でやっぱりすごくいろんなことあったんじゃないかなと勝手に想像してるんですけどね。その中でやっぱり一つのミスが自分の首をね、取られることになるんで、やっぱりそういうところっていうのをすごく気にしたからこの言葉が出てきたのかなと。じゃないと普通こんな言葉出てこないんじゃないかなと思うんで、まあ、おろそかにしないという、時間をおろそかにしない戦いなんですかね、言うたら。まあ、戦いに関して本当に、何か自分がね、余裕とかね、おろそかにしたことがあると、それは自分の首を絞めるんだよっていうところなのかなというところを感じたりもして、そしてここは開示ですね。開示、これ後悔したシーンなんですけどね。何か負けて、で俺は勝てたと、勝てる勝負だったって言ってね、まあ後からこう振り返ってるシーンなんですけど、これ1個前のコマで言うと、まあ、なんとかは隙があったと。隙があったから俺には勝てる勝負だった、なのにその隙をつけなかった俺の負けだっていうね、いうところがあったんですけど、本当にここだから自分をおろそかに、しっかり時間をおろそかにしない、ちょっとね話はずれるかもしれないんですけど、そうやってこの大切にすることっていうことを、本当にだから本当に後悔しても後先立たずっていうことを言いたいなと思ってて、だから後悔しても遅いよみたいなね、時間戻ってこないよみたいなことをちょっと言えたらよかったのかなと思うんですけど。そしてもう一つまた別の名言なんですけど、未来とは今であると。未来とは今である。このマーガレット・ミードさんっていう方が言ってたんですけど、未来とは今である。これは先延ばしの話、まあ後回しか、後回しの話でも出てましたよね。今やることを後回しにしたところで何も変わんないよと。今の積み残しは明日の積み残しになって結局ずっと変わんないと。結局未来も今も別に変わんないということを言ってるのかな。そこにつながるのかなと思いまして。まあこのね、未来では今である。今が未来であると。結局今日やらないことは明日に残るし、今日やれば明日はやらなくなるしというところにつながるんじゃないかなというところで、この名言をちょっと引用させていただきました。そしてリンカーンの名言もありましたね。まあ、今日もがきあがくこと、今日だけのものではなく、広々と広がる未来のためでもあるというね、なんか大統領らしい、本当になんかすごい未来の言葉を言ってる気がするんですけどね。さっきはこの今頑張らないと未来はないよっていうところとまた同じところなんですけど、本当に今日しっかり頑張っていけばね、それが今日だけの頑張りだけじゃないと、まあ、明日にもつながる、明日の大きな広がる未来につながるっていうことを言っていて、ああ、ここすごいなんか深く感じるなと。だから今日しっかり頑張ろうって思えるっていうのは本当にいいなっていう、この後回しから始まる、先延ばし、後回しすることっていうところからずっとつながっていくこの話ですね。未来っていうのは今であると。だからもう今頑張りましょうと。で、リンカーンも言ってますと、もう今ね、しっかり頑張ろうと、しっかり頑張れば、もう今日あがけば、あがけばあがくほど、
明日のつながる未来のためにつながるよっていうことを言ってたんじゃないかなと。そしてビル・ゲイツもこういうことを言っておりました。生まれた時に貧しいのはあなたの過ちではないけれども、死ぬ時に貧しいのはあなたの過ちであるというね。ああ、これはね、ちょっと答えますよね、本当に。確かにね、生まれた時はしょうがないとは思うんですけど、で、社会に出て30、40、50、どんどん、ね、年齢を重ねていくうちに、それでも貧しいままだと。それっていうのはあなたの過ちじゃないかなっていう、何かどっかで変えれなかったのかなっていうところ、ここっていうのをすっかり考えていくと、ああ、いかんなとか思いますよね。やっぱり変えていかなきゃいけないなと。だから本当にそのままだと何も変えなければそのままなんじゃないかなと思うんですね。基本貧しいものに貧しい家に生まれたらやっぱり考え方も貧しいままなので、だから貧しくない考え方っていうのを取り入れて自分の過ちを正して、新しい考え方を取り入れなきゃいけないなっていうところになってくるんじゃないかなと。すごくやっぱりビル・ゲイツ、お金持ちのね、言い方、お金持ちの本当に考え方をしてるなとは思うんですけどね。そして今度ブルース・リーですね。ブルース・リー持ってきましたよ。あ、ここ音楽入れればよかったですね。まあいいか。ブルース・リーはこういうことを言ってますと、本当に人生を愛しているなら時間を無駄にするなと、人生は時間でできているのだからって、なんかすごいこと言ってますよね、本当に。まあ、刹那に生きる格闘家だからこういう言葉が出てくるのかなとは思ってますんですけど、ここですね、もう名言ですよね。考えるな、感じろっていうね。考えるな、感じろっていうね。いや、本当に時間の考え方って本当に何も考えなければそのままだと思うんですけど、だから、いろいろ今回名言をちょっと引用してみたんですけど、もう最終的に何も理屈じゃないと。もう今回ね、もう理屈じゃねえっていうところをね、ここに書いてるんですけど、本当に考えるな、感じろっていうところをこう感じていけるとすごくいいんじゃないかなと思ったりもするんですけどね。はい。ということで、人生の大半に金を稼ぐことに費やす人生と。もうこれ基本、こういう人生だと思うんですよ。人生の大半を金を稼ぐことに費やす人生。もうサラリーマンで言うと、基本的には平日8時間以上、朝起きて8時ぐらいから、まあ7時から家出て、夜帰ってくるのが8時ぐらいですよね。本当にもう一日の大半は金を稼ぐことに費やす人生だと思うんですよ。特にうちの父親も、そういう人生でさえもうちょっともなくなっちゃったんですけど、基本的にはもう会社にほとんどいる人生でした。でもこれって人生の時間が短いことを認識すると、だから後から振り返ったらきっと分かるんじゃないかなとは思ったりもするんですけど、もう会社ばっかり行ってると、その会社だけの生活になっちゃうんで、本当に短いなと。だから本当お金がない問題っていうのを早く片付けなきゃ、まあ、つまりずっとサラリーマンに、まあ、自分はサラリーマンでずっと会社に居続けるっていう人生と捉えてるんですけど、まあ、本当に時間がない、当然人生の時間が短いっていうのは会社に拘束されてる時間、要は自分の自由な時間がない時間っていうところを差し引くと、本当に1日に2時間、3時間、4時間ぐらいしかないんじゃないかなと思ってて、だから早くお金の問題、お金のない問題を早く片付けないといけないんじゃないのと。で、お金の問題が片付いたらそこで終わりじゃないっていうね、ここも久保さん言っていただいてましたよね。お金の問題をクリアした後の人生の問題だと。だからお金の問題なんか早くクリアすべきって、まあ言ってたんですけど、ここってすごく深いところがこう入ってるなと。お金の問題をクリアしたら、要はお金が稼げたら全てハッピーだ、全て幸せだ、全てが自分の思うように、もう本当に無敵の力を手に入れたような気はするんですけど、全然そんなことはなくって、お金があったらあって全部がうまくいくかっていうと、別にそういうわけじゃなくて、人生の問題っていうのは全然まだ残ってる。単にお金の問題だけをクリアだけしたっていう、単なる一部分だけだったっていうところの話につながるのかなとは思ってて、これ一郎さん言ってますね。お金全てではないですかっていうね、これ質問してる動画あったんですけどね、教えて一郎先生ってやつなんですけど、まあ一郎の場合はもうお金の問題は当然クリアしてるわけで、じゃあ、一郎はどういうことを言ってたかっていうと、まあ、稼ぐのも大切だけど、本当に大事なのは、どうやって使うかと。自分でなくて、人が喜ぶこと、人が、
人にね、どうやって使ってあげるかとか、使いすぎてもダメだしみたいなね、そういうことも話してたような気がするんですけど、本当にね、どうやってお金を今度使う、使い方が大事なんだよっていうことを言ってましたよね。だから本当のお金を稼ぐ、ちょっと戻っていきますけど、本当にお金の問題なんか早くクリアする。要は、初めはそのお金がない、お金がないない問題で、お金をどうにかして稼がなきゃ、どうにかしてお金を稼げないかっていう問題。そこをクリアするために、そしてお金がないから時間もないっていうね。だから本当に人生の大半にお金を稼ぐことに費やす人生でも、ここで終わっちゃうと。お金を稼ぎ終わったやったぞでも人生の時間は短い、その後なんですよね、本当に。その後、この問題が片付いた後、ようやく今度はまた新しい問題に取り組むフェーズになっていくのかなとは思っていて。やっとお金はもう安定したと。さあさあ、ようやく自分と向き合うというかね、また今度新しい問題が出てくると思うんですね。お金があった後ですね、お金の問題、ないない問題をクリアした後の、その先のところっていうところ、その問題に対してアプローチしていくっていうところにどう向き合っていくのか、まあ、そういうフェーズにこう入っていくと非常にいいんじゃないかなっていうところを私はね、受け止めたんですけどね。はい。ということで、今回、時間の話からちょっと少し、飛躍したところになるところなんですけどね。さあ、次、勘違いの話ですね。勘違い。ここは勘違い。何勘違いですかというところで、ここは2つの勘違いのお話を久保さんされてたんですよね。過去の栄光を今の自分の力にするなというところですね。まあ、あるあるなんですけど、まあ、過去の栄光が未来永劫続く勘違い、過去の実績は当然重要だし、その過去の実績っていうのは大事なんだけど、まあ、本当今だよと、今が大事なんで、今日の栄光は今日作るしかないよっていう、当然過去が未来がずっとね続くわけじゃないんで、もちろん過去の実績っていうのはね、すごい、その時は良かったかもしれないんですけど、そこがねピークになってはいけないよと、本当に今はどうなのかっていう、過去の栄光にすがるなっていうことになるのかなと。そうなってくると、やっぱり、こういうところになってくるのかなと。やっぱり教えを請うというか、謙虚な気持ちで、やっぱりこう、いくつになってもこう学んでいくというか、新しいことを吸収していくというか、当然過去の積み重ねがあった上で、さらに新しい考え方を入れていく。まあ、教えてくれというかね。本当に自分が成長するために、過去の栄光にすがらないためにも、新しい自分を日々作っていく、まあ、こういうところが本当に大事なんじゃないかなというところで、このね、教えてくれっていう言葉って深いなと思います。このシーンはちなみにもうね、結構強いこの不良みたいな人なんですけど、絶対に人に教えを請うっていうのは嫌なタイプなんですけど、でも自分が成長するためにはね、ダメだと、このままじゃダメだっつって教えてくれっていうね、すごい感慨深いシーンなんですけど、まさかお前が、みたいなね、まさかお前がこんなこと言うなんて言って、いや違うんだっつってね、上手くなるためにはしょうがねえんだっつって、つべこう言わずに早く教えろよみたいなね、シーンがあったんですけどね、ここもすごいなんか感じれるシーンだなと思うんですけど。さあ、そしてね、これはサッカー漫画です。青足ですね、青足。はい。どうでもいいですね。次。後回しにしても何とかなる未来の勘違い。これ勘違いの二つ目ですね。勘違いの二つ目。要はさ、一番最初から、この動画、この前回のテーマ、前回の動画、今回のテーマに一貫してつながっている、この後回しすると、何も生まないよっていう話なんですけど、本当に後回しにしても何とかなるっていうね、こう思いたいですよ。何とかなる、この何とかなるっていうのはね、これなんかしないけど、これ思ってしまうんですよね。なんかなんとかなるだろうって、今日、明日やればなんとかなるよっていう。でもこれ未来への大いなる勘違いと、大いなる勘違いなんだっていうところ、まあ、これは勘違いの二つ目ですよね。でね、これね、ほんとね、クズの俺が今から努力して間に合うかとね、こう泣きながら 言ってるわけですよ。でもね、こう間に合わなくてもやるしかないんだ、クズなんだからっていうね、もう開き直りですね、開き直り。やっぱこういうところを自分を受け止めて、やっぱやっていくしかないのかなと思ってて、これを本当認めるのってすごく辛いし、ね、なんか、なんとかなるって思いたいんですよね、なんとかなる、なんとかなるさ、なんとかなるさ、なんだけど、いや、ならないわと、ならないと。行くとこまで行っちゃったなと思ったら、やっぱりね、もう本当に、これでも間に合わないかもしれないけど、それでもやるしかないっていうね。こういうなんか、なんていうんですかね。こういうところって非常に大事なんじゃないかなと、すごく、まあ、このスライドを作りながら思ったりもしたんですけどね。
はい、そして勘違いの話ですね。そして後半戦ですね、もうちょっとここ24分間も使ってるんで、果たして、でもあと結構後半はね、すごい重くないような、したような気がするんですけど、はい、続いて後半戦です。すいませんね、長くなっちゃって。気持ちですね、気持ち。はい、気持ちの問題。まあね、もう理屈じゃねえってね、言ってるんですけどね、気持ち。はい。まあ、どういう気持ちで日々を過ごしてますかと、唐突にね、まあ、こういうところが、やっぱこういう問いって急にできるのかなと、日々やっぱり忙しい中で自分がどういう意識で毎日生きてるかってなかなか考えないと思うんですよ。やっぱ会社に行ったりして忙しい日々で。で、やっぱりそこっていうのを日々こう、自分を問いかけたときに、要は他人を出し抜いてでも成立させたい。他人を出し抜いてでも成功したいっていう表現かもしれないですけど、他人を出し抜いてでも成功したいと、まあ、成立したい。何に成立したいのっていうことなんですけど、まあ、自分の人生を成立させたいという強い思い。ちょっと成功とは違うと思うんですよね、これって。自分の人生がどうあるべきかっていうところにフォーカスして、成功っていう表現よりも、なんか成立するっていう方が正しいような、形かなと思ってて。で、この、まあ、他人を出し抜いてっていうところはどっちかっていうと、このサボってる大半の人を出し抜いてっていう表現ですよね。サボってる大半の人を出し抜いてでも自分の人生を成立させたい。だから別に蹴落とすわけじゃないんですよね。なんかこう、出る杭を叩くっていうよりも、なんかそういう人じゃなくて、そういうことじゃなくて、で、まあここですよね。まあこれは女帝から持ってきたんですけどね。もう男の上に君臨する女帝になってやるっていうね、もう。これは野心ですよね、まさに。やっぱこういう気持ちってすごく大事なんじゃないかなと思って、まあ、これは明らかにもうね、のし上がる気満々っていうかね、強い思いなんですけど、でも少なくともやっぱりお金を稼ぐっていう気持ち、ネットでお金を稼ぎたいっていう思いがあるなら、やっぱりここら辺の他の人よりもなんかして、なんかね、抜きん出てやらなきゃいけないっていう気持ちは大事なんじゃないかなと。そしてね、やっぱこういう、なんかね、まあ、いつかあんたらを土下座させるような人間になっちゃうわっていうね。もうここまで強いと多分稼げるような気がする。だからまあこの人はね、きっと女帝になったと思うんですけど、まあこうですよね。いや、この女帝になってやる。なぜっていうところが、まあこういうね、いうところのこの心のね、本当の深い部分で、こう、なんかこう、理屈じゃねえっていうね、理屈じゃねえっていうところにつながるんじゃないかなとは思ってるんで、本当にこの気持ち、まあ、今回はこの気持ちっていうところなんですけどね、本当に、大半の人は別に努力もしてないと思いますんでね、本当に、まあ、こう、強い気持ちでね、まあ、土下座させなくてもいいと思うんですけど、まあ、見返してやるというかね、今まで自分をバカにしてきた人間と言ってもいいと思うんですよね。自分を、なんか、バカにしてきた人間に対してね、ちょっと見返してやるっていう強い気持ちを持ってやっていくと非常にいいんじゃないかなと思ったりもしました。そして次ですね、気持ち終わったところで、次、サボってる人をですね、サボってる人、はい、まあさっき言ってたね、大半の人がサボってるよっていう話をしたんですけど、まあサボってる人に関わるなっていうところですね。 サボってる人に関わるのはよろしくないと。これは前回も前々回も久保さんが言ってたのか、その前かな、ちょっと、時間の無駄コミュニティから抜け出せと言ってましたよね。まあ、これ本当人それぞれだと思うんですよ、考え方が。それがネットサーフィンするんだったり、その、なんか、ね、なんか、無駄な動画を見るとか、無駄な TikTok、無駄かわかんないですけど、ともかく TikTok を流れてきた子 TikTok、やっぱ、TikTok ってあれすごいですよね、勝手にこう流れてくるから、見ちゃいますよね、本当に。あとはテレビとかね、自然についたらどうしても目がいっちゃったりするしね、もうそれ避けられないから、本当逃げていくしか、逃げるしかないと思うんですよ。自分はもう抜け出せっていうか、逃げるっていう感じなんですよね。で、これもカイジのシーンですけど、もう目を覚ましてのお前なんだよっつってね、なんかね、甘いんだよみたいなことを多分言ってるシーンだったと思うんですけど、本当にこのね、自分がその、サボってる人に関わってるというね、まあ人でもなくてもいいと思うんですけど、本当にその、自分がどういう状態なのか、無駄なコミュニティに所属しているのかっていうところに気づいてないと、やっぱり、なかなか時間っていうのを作れないのかなと。そしてね、もう気づかないならね、もうガツンと言われるしかないのかなと。目を覚ましてるのはお前なんだよって言われてね、はっつってね、いうところで、やっぱりこういうところっていうのは意識してもなかなか気づけないところなので、なんか、こう自分が気づく、なんかきっかけをもらえると本当にいいのかなと思ったりもするんですけどね。
はい。続いて、サボってる人が終わりましたので、残り2つですね。パソコン1台ですね。パソコン1台。まあ、ここは結構、なんか、重要というか、すごく意味深な話になってくるのかなとは思うんですけど、このパソコン1台ですね。まあ、パソコン1台で仕事をする。まあ、よくこのインターネットでお金を稼ぐ界隈ではね、パソコン1台で自由な暮らしをするっていう、まあ、リスクについては、ほぼほぼ語らないと思うんですよ。てか、リスクとか語ったら誰も寄ってこないっていう話で、パソコン1台で仕事するのはリスクですよ、みたいな業者さんってなかなかいないんじゃないかなと思って、見たことないですね、こんな広告はね、本当に。で、まあ、そのリスクっていうところを、まあ、久保さんが前回言っていただいたんですけど、パソコンの向こう側ですね、モニターの向こう側っていう言い方がいいのかな。いや、モニターでもいいんですけど、まあ、ともかくその無駄な誘惑をかけてくる人ばかりと、当然これは人ばかりではなくて動画も含め全部全てのことに対してなんですけど、くだらない情報に踊らされない強さ、ちょっとなんか表現がおかしい、踊らせない、踊らさらない強さみたいな。ここってやっぱすごく重要かなと思ってて、どうしてもこうやっぱり動画って、さっきも言ったように TikTok とかすごく興味性がもう強くて、もうどん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 見ちゃうし、YouTube のブラウジングの画面とか関連とかあれやばいんですよね、本当に。自分が興味のあることをやっぱり AI が判断して出してるんで、見たくなっちゃうんですよね。そこをやっぱり負けない強さというか、まあ、こういう気持ちですね、本当に。これはこのボクシング、初めの一歩から取ってきたんですけど、ちょっとこの人のボクサーの名前は忘れましたけど、まあ何が何でも勝ちてんだ、俺はっていうね、そういうなんかこう強い、もうたった1ポイントの判定差でもいいと、リングアウトでも何でも構わねえと、勝ちてんだっていうね、まあこれを言い換えて稼ぎてんだって言い換えてもいいと思うんですけど、本当にこのくだらない情報に踊らされない強さっていうのは本当に大事かなと、このパソコン1台やっぱ一人で生きるっていうところにやっぱり夢を見たんであれば、やっぱりここの強さっていうのは本当に持ち続けないと、やっぱりこう負けてしまうというか、このくだらない情報がどん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 流れてくるんで苦しいんですよね、やっぱり。で、この一人で、さらにパソコン一台で一人で生きるっていうことになってくると、まあ、ある種の矛盾を抱えながら生きることになると、得体の知れない寂しさを知っていくというところですね、本当に。このある種の矛盾を抱えながら生きる、得体の知れない寂しさ、そして、また同じこと書いてますね。よほど自分このキーワード気になったんでしょうね、本当に。ある種の矛盾を抱えながら、そして理屈じゃない、理屈を歌っていかなきゃいけないよっていうところ。まあ、今回その表現を使ってここに理屈じゃねえってこう書いたんですけど、やっぱり自分は顔の家族がいるわけであって、そのお金を稼ぐっていうところに対して家族とどういうふうにうまく付き合うかっていうのをすごくうまく考えるようになったところがあって、自分の私利私欲を放棄して金を稼ぐっていう、まあ自分がね、家族持ちなんで、も家族持ちの話しかできないんですけど、当然自分のことはまあ分かってもらえないんですよね、本当に。昨日も一昨日もちょっといろいろなことがあったりもしたんですけど、やっぱ自分のことは分かってもらえないんですよね。当然その周りから見たら、そのパソコン1台で作業してるんで、それがね、もしかしたらネットでなんか適当な YouTube を見てるかもしれないし、まあ、こうやって喋ったらなんか仕事してるのかもしれないけど、もしかしたら雑談してるのかもしれないと思われるのもしょうがないところで、なんでもう分かってもらえないのを承知で生きていくしかないっていうところを、まあ、久保さん言ってましたよね、本当に。仕方ないと。それで分かってほしい気持ちはあるけど、それはもう分からないのはしょうがないだろうって。だってこんな働き方なんて今までみんなしてないから、基本的にはサラリーマン会社に行って帰ってくるっていうのが普通の働きなんで、特に子供なんて絶対分かんない。だからやっぱそれに耐えていかなきゃいけないと、当然。だけども、それでも、さらに、人の痛みは分かっていかなきゃいけないというところで、自分の痛みは当然分かってもらえないけども、分かってもらえないけれども、けど人の痛みは分からなきゃいけないっていう、この相反する矛盾っていう言い方かもしれないんですけど、もうこれはね、本当に理屈じゃないとは思うんですけど、ただ、現実的な面で考えていくと、そういうことになってくるんですよね。パソコン一台仕事をしてるっていうのはもう気楽なように見えるし、楽してるように見えるから、分かってもらえないけど、家族に対してはね、家族もしっかりね、いろんなことをやっぱり気にしてると思うんで、その痛みも分かってもらわなきゃいけないし、モニターの奥ですよね、モニターの奥で悩んでる人に対して痛みも分かっていかなきゃいけないっていうところ、なかなかこの独りよがりではいけないっていうのがパソコン一台の 仕事になってくるのかなと思ってきたりもいたします。そして挫折ですね、最後挫折です。
挫折のお話ですね。これは、前回、前々回とよくテーマにしているところなんです。まあ、よくっていうか、テーマになってきた、挫折の連続が成功の糸口というところなんですけど、本当にこの挫折してもなお戦わんとする人間に夢を叶える力は宿るというところなんですけど、本当にこの挫折、苦しんだからこそこうやって感情が高ぶると思うんですよね。もうこれもサッカー漫画なんですけど、ブルーロックっていうサッカー漫画なんですけどね。もう絶望したからこそ、感情が、絶対にこんなんじゃダメだっていうね、諦めんっていうね、こう強い思いがやっぱり、だから夢を叶える力っていうのは、やっぱり絶望したからこそ感情がこうガクッと落ちて、落ちたからこそさらにそこでもう一回やるんだっていう強い思いになるんじゃないかなと思って、問題なく生きている人っていうのは、やっぱ挫折も成功も訪れないっていうのは本当にその通りだなと思って、まあ問題に特に気にしてないんであれば本当にそうなんじゃないかなと思ってて、何の問題もなく生きている、何も問題もなく生きているように見えると言った方が正しいかもしれないんですけど、何も問題もなく生きている暮らしですよね。でもこれっていうのは実際は誰かから一方的にもたらせるっていう状態なんじゃないのと、誰かから一方的にもたらされてる状態じゃないのと、よく会社員で言うとね、会社に全てね、リスクを負ってもらって仕事をしていると、そしてお金、そして給料をもらうっていうのは、実は会社に一方的におんぶ抱っこしてる、されてる状態じゃないのと。でもそれをね、特に何も思わず幸せだと思ってるんであれば、まあこれは本当に幸せでいいんじゃないかなと思うんですね。本当に何も気づかないまま、それが幸せなまま老後を迎えて、そのままね、こううまくこう人生が終われば、それは本当に幸せなことなんじゃないかなと思うんですけど、それにもし気づいてしまったら、これは幸せじゃないって気づいてしまった時っていうとこですね。このゆでガエルの理論よくあるんですけど、本当にゆっくりと徐々に徐々にこのね、寝せられると、まあ動けなくなって最後死んじゃうみたいな。だから本当これを見てる人っていうのは結構気づいてるんじゃないかなと思いますね。やばいっつって。抜け出さなきゃ熱い、熱いって言ってるんだけど、でもやっぱ動けなくて、結局こっちだ。気づいてようが気づいてまいが、結局この抜け出せなければ、やっぱり火に炙られ、そのままね、茹でてそのまま、茹でガエルになっちゃうっていうところなんですけど。だから本当、挫折して修正して行動していく。まあさっきの話ですよね。挫折して行動して、挫折の話、もうちょっと戻っちゃって、あれなんですけどね。まあちょっと戻るのもやめましょうかね。だから挫折してね、本当に。こうならなければ挫折はしないと思うんですね。だって、でもやっぱこれだとこうまずいと。で、まずいって多分うまくいかなくて、やっぱここに戻っちゃうんだけど、でもまだダメだっつって、こう、なんかこう修正していく、で、頑張ってこの幽霊のところから抜け出そうとして行動していくことによって、やっぱり自分を鍛えていくことができるようになる、すると、やっぱりどんな状況でも立ち向かっていけるんじゃないかなっていうところで、今回最後締めていこうかなと思うんですけど、この前このゆでだこのシーンがすごくわかりやすくて、まずはここを抜け出していく、お金を稼ぐとか、お金がないない問題に対して抜け出していくと、飛び出すと。で、頑張っていくと。で、飛び出した後の世界っていうのはまた別の世界が広がってると思うんですよ。お金がちゃんと入ってきた後にね、今度はまたいろんな人生の問題があると思うんで、その問題に立ち向かうべきに、まずはこのお金の問題っていうのを早く片付けましょうっていうのが、前回の久保さんのお話なのかなと思っていて。だからこそ、まずはこの目の前のお金の問題に対して、当然、うまくいかないこともたくさんあろうと思うんですけど、修正して、挫折して、修正して、挫折して、修正して行動していく。そして、さらにそうやることによって、自分がどんどん鍛えられていくし、自分を鍛えていくことがこうできるようになると、その後はもうその繰り返しになっていくので、どんな状況でも立ち向かっていける、まあ、マインドができているんじゃないのっていうお話になっていくのかなというところかなという感じになりました。はい、ちょっと長い話になっていったんですけど、今回気になる男ですね。気になる男シリーズ第38話、まあ、いろんなテーマが入ったところで、今回終わりにしようかと思います。はい、ここまでの放送は覆面 YouTuber たかがお送りいたしました。ありがとうございました。そして次回、久保さん39話ですね。39話もよろしくお願いいたします。